第二説放射線療がんの病巣に放射線を照射して放射線による細胞障害作用でがんを焼き殺してしまう治療法です手術療法と同じでがんの病巣付近のみを治療する局所療法です放射線によりがんの周囲の健康な組織もある程度は障害されます 手術療法のように直接死亡するような危険性は少なく安全な治療法ですが確実に病巣を除去するという点では手術療法の方が優れています副作用としては白血病や皮膚がんを起こすことがありますがそれほど頻度は多くありません放射線を照射されたがん組織は死んで炎症性の変化を起こしこの影響が 周囲の組織に波及しますこのため放射線の当たった付近に不快な感じが起こることがありますが手術による傷の痛みに比べれば比較にならない軽度な副作用と言えますしかし胃や腸に放射線が照射されると激しい胃腸の炎症が起こるため頻度の多い胃腸のがんに対しては放射線療法の適用はありません 子宮がんの放射線治療中に子宮の後ろにある直腸に過剰に放射線が照射されると放射線性直腸炎という難治性の出血性腸炎が数年後に起こることもあります上顎がんウェイントウがん喉頭がん,後頭がん下がん子宮頸がん皮膚がん等では早期であれば放射線療法単独で完全に治癒させることができます脳腫瘍の治療では 放射線を特殊な装置で主要の存在部位に集中させあたかもメスで切り取るかのように焼き殺すガンマーナイフという放射線治療装置がありかなりの治療効果を上げていますしかしがんがある程度進行している場合や他の臓器に多くの転移病巣がある場合などは放射線療法は手術療法と同じよに無力となります ある程度以上に進行したがんの場合は、放射線を照射することにより、一時的にがんを縮小させたり、疼痛を緩和できる症例もありますが、完全に治癒させることは不可能となります。手術療法より、放射線療法の治療成績の方が優れている場合もありますが、あくまで有効ながんの種類と有効な場所が限られています。全体的な比較では、 手術療法の方が治療成績は優れていますが安全性では放射線療法の方が優れています。